はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は三国志新鮮の動画撮ろうと思います。ってことでね、メインクエスト第8章のね、クエストがね、一応一通り終わったので、動画撮っていこうと思います。ということでね、まあ受け取っていきましょう。はい、受領。第9章、徒兵なんちゃら馬。読めねえ。軍馬励行して大衆軍を再出陣させ、軍略述べ、市中は、才能を発揮する。何を言っているのか相変わらずわからないが、ご主君申し上げます。美塾様がご主君を家にお招きしたいと申しております。待たせたな。なるほど。二人は、店員で落ち合った。ご主君しばらく休養したおかげで、資源がどんどん充足し、全軍の規制が上がっています。豊かな資源を産出する領地を、占領できるようになるまで、そう長くはかからないでしょう。しかし、上級領地の守備軍は手強いため、油断は禁物です。入念な準備が必要でしょう。詳しく聞かせてくれ。部隊に多くの兵力を配置する以外に、武将を育てて、部隊を強化することもできます。各武将には武力、統率、知力、速度という4項目の戦闘属性、および政治と魅力という2項目の内政属性があります。武力、統率、知力、速度の4項目の戦闘属性は武将の出陣時の、戦闘能力を表し、戦闘中に効果を発揮します。政治と魅力の内政属性は武将の内政官としての能力を表します。武将のレベルアップやポイント配分などによって武将の属性を上げられます。また、兵線建築を、昇格することでも武将の属性を上げることが可能です。各武将が兵を率いて戦えば、自軍はきっと前途洋々となります。市中の教示に感謝する。なるほど。はい。じゃあ、またちょっと見ていきましょう。次のメインクエストですが、まあ、やっぱりすでに達成しているものがあるので、この辺はまあ、受け取っておきましょう。はい、OK。またね、次までに、必要なのは2項目だね。徴兵場をレベル2にすると、レベル4以上の領地を1箇所。レベル4以上の領地を1箇所か、占領するが結構難しそうかな。で、サイドクエストが増えましたということで、まあ、すでに達成しているものは受け取っておきましょう。市場の建築、まあ今ちょっと作ってる最中ですね。城壁、倉庫レベル10、兵線速、兵線防を5にする。この2つがね、まあ今まだ、達成できてない。この2つっていうか、まあこの、項目がまだ達成できてないよということで、まあサイドとメイン合わせてね、今後もね、進めていきたいと思います。まあ、当面はね、レベル4の領地の獲得かな、難しいのはね。ね、近場でできそうなところがあれば、そこを狙うんだけど、なんかレベル5が多いな。この辺かな、レベル4で近いところ。一番近いところはね、ちょっと取られちゃってるからね。まあ、それはそれとして。でね、まあ、同盟にはね、無事入れたんですが、まあ、何を、どう協力していくかっていうのがね、まだちょっと分かってないので、とりあえずね、近場の NPC の城に横付けしたりとか、そういうことはしてるんですが、まあ、それ以上のね、なんか、全体的な流れは分かってないので、とりあえずね、メインクエストをこなしながら、資源とかね、兵力とか、その辺を高めて、まあ、武将強化したりとか、していけば、まあ、いつかね、役立つんじゃないかな、ということでやっていこうと思います。まあ、隣にね、新しい城も建ってるので、なんて言うんでしょうね。まあ、敵がね、近くにいるな、という感じですね。まあ、今のところそんなもんかな。うん。あとね、そう。どうかの使い道思いつかないから、とりあえずこのガチャ、了承のやつはガンガン回しちゃってるよっていう話をしたんだけど、なんかね、建築、3個目以降はね、どうかでちょっと追加で建築できるみたいなので、そっちに使った方がいいのかなと思って、今はちょっとね、いろんな建物を建てるのに、追加でね、どうかは使ってたりしますね。
な、新しくできることも増えてきたと思うので、建築関係でもね、城の設備をね整えていきたいかなと思います。ということでね、まあ今回はこれで、一旦終わりにしようかな。あとね、なんだっけ、何か言おうとしてた気がするんだけど、まあちょっと忘れちゃったから、まあ思い出した時に、次の動画ででも、言おうかなと。ああ、思い出した。ね、なんかね、招集令っていうことで、あの招待イベントだね、来てるので、ちょっと動画の、概要欄にでもね、この招待コードとか貼っとくので、前の動画についても、ちょっとそれよろしくお願いしますというか、まあ新しく始めたいかなとかね、思った人は、このコードをね入れて始めてくれると、まあお互いに得するみたいなので、よろしくお願いしますと。まあこれね、あのずっとあるわけじゃなくて、期間がね2週間ぐらいしかないので、あ、そうだね、14日って書いてあるからね、なので、まあ14日、まあ2週間8月半ばぐらいまでに始める人はね、よろしくお願いしますということで、まあ終わりにしましょう。じゃあ今回はこれで終わります。ありがとうございました。よいしょ。